秘宝、藤川球児さん、阪神打線に強烈な火の玉ストレート。藤川球児、木浪について、打率が190台なので、3、1から振りに行けない。フルトボンダしそうと思ってしまっている。まあ、1割台って投手のレベルですけどね、はっきり言って笑い。球児が毒吐いてる。阪神タイガースは投手レベルの打者が4人並んでいるから勝てない。打率1割台のせいで攻撃チャンスが2、3なのしんどいわ。森下、広島、2割7分。球児映像もっと言え、打率1割はピッチャーレベル。1割台3人並べてるやつはどこのドイツ台。誹謗中傷や開示請求されてまん。これは火の玉ストレート。藤川球児さんの解説は聞きやすくていいわね。阪神サイドには辛口やけど、梅野木浪はまだいいとして、前川使わずに野口で、しかも1点差で負けるのはやばいな。秘宝、バイの親父が来季監督藤川球児を望んでる模様。お盆の会話にて、はぁ、藤川監督ならすぐ切り捨てられるんやろな。助けてノイジー。今の阪神って負けたとしても希望がないんよ。正直、梅野や木浪に打席与えるくらいならさっさと中川や小畑だか寺に打席を与えて経験積ませてほしい。小畑早く帰ってきてくれ。